こんにちは。国際交流塾山口へようこそ。私たちは山口県の国際交流員です。ジャムです。イレネです。マリアです。アンネレです。皆さんは山口での生活に慣れてきましたか？だいたい慣れてきました。全然慣れちょらん。私も慣れてないかもしれない。慣れてきました。すべいもう慣れた、という意味ですか？なんか違う、全然慣れていません。私はでもまだ山口に来て3週間目、私はまだ。今日は日本に来て驚いたことについてお聞きしたいと思います。驚いたことは、留学してたんですけど、高校の時に掃除は、学校の掃除は生徒がするんですよ。そうそうね。そう、スペインは生徒が普通に入ります。でも、まあ、素晴らしいと思いました。確かにそうですね。今国際館でもみんな企業になったら一緒にしてますよ。恐怖はどうですか？掃除します。誰が？子供たち？子供たちです。それぞれ当番。あー、なるほど。本当に。アメリカはお掃除しない。誰かを雇ってお掃除してもらうってことになります。ベトナムは？ベトナムはローテーションして、掃除します。でも会社にはやってないんです。スケジュール切ってから結構驚きました。お風呂といえば海鮮のイメージしかありませんでした。でも日本に来てびっくりしたのは、牛肉、馬肉、そして鶏肉までも寿司と刺身になってるんです。初めて目の前に出てきた時、あれ、これも生で食べるのってすごくびっくりしました。私もスペイン魚のイメージ生で食べるの。今一番驚いたのは馬刺し。馬刺しですごい。あんまり食べれなかった。あ、そうなんですか。あと鹿とかも。あ、そうなんですか。生かな。本当って驚いたことは、日本の街にはゴミ箱はない。あ、私もゴミ箱すら。そうです、ね、特に私アイスクリームは大好きですから、アイスクリーム食べて、食べ終わったら、このどこに探したら、ないですよね。なんか家まで、そうですね。持って帰って。はい、はい。最初は慣れなかったのですが、だんだん分かりました。それは環境保護意識高めるにも役立ちますよね。そうですね。マリアもアイス大好きです。いつもどこでしてるんですか？そうですね。旅行の時いつもカバンの中にゴミいっぱいになりました。アイスのためにね、いっぱい頑張りました。山口県に来て、あの上山口駅があって、そこでスイカも使えない、切符しか使えないことでめちゃくちゃびっくりした。確かに。しかもそれでしばらくスイカ使えなくなった。中原中也と同じ経験できると思います。もう一個はその日本の電車めっちゃ静か、なんか喋ってる人ほぼいないし、喋っててもめっちゃなんかちっちゃい声で。それ場所によってなんじゃないですか？いやでも例えばなんか関西の電車はたまにはうるさいと思います。でもだって私は関西に住んでたもん。でも私もなんかどこあったか覚えてないけど、京都の電車かなんか、まあ、京都はありえないけど、どっかの電車乗ってたらみんなおしゃべってた。みんなじゃない、それは普通じゃない、じゃない、じゃなかった。何、電話するのもなんか、まあ電話はしてなかったけど、あまり良くないとか、っていうか電話してる人もいないと思います。なんかスペインは普通に電話してる人は、エレベーター、エ
エレベーターに乗ると静かになり、あ、そうそうそうですよね。静かに誰も喋ってない。マリアと私だけ喋ってる。あ、そうですね。